目で見えてくるんだよ。そしたらさ、もう全く生き方変わっちゃうに決まってる。反転します。今までは外がうまくいくことがすっごい重要だったんです。そうだったでしょ。みんな何かをやるって言ったら絶対成功しなきゃ、絶対うまくいかせたい、そうじゃない。例えばさ、何か、会を催すっていうのだってそうじゃない。募集定員50名って言った時にもう50人集まるまで不安でしょうがないの。わかる？ね、これさ、外向きなんだってことに気づかなきゃいけないんだよ。集まるか集まらないかなんかどうだっていいんです。本来あなたがやりたいことをやってるんでしょ。そしたらそれでいいんじゃない。結局やりたいことをやってますって言いながら外を気にしてるんです。集まるかどうかを気にしてるんです。お金を気にしてるんです。だって会場費だって借りてることだし、この会場費賄えなかったらどうしよう。ね、これ外向きだよね。で、これをやってても普通はそんなの当たり前でしょ。当たり前だから。今度ね、統合とか違うからいっぱいいるんだよね、そういう人。これはね、統合じゃない。もうね、統合とかっていう前に人としてどうなのとかあるでしょ、そういうのね。これはさ、やっぱ常識で、常識、人間としてどうあるべきかということであって、統合の前の問題だよね。いや、実際に聞いたことがあります。統合の前の問題だよね。違います。あなたが感じるものがあなたが映像化しているフィルムであり、そしてあなたのその持ってる人としてどうなんだろう、ね、人間としてありえなくないっていうのが映像化してるだけです。だから結局あなたがもしこれが心地よくなく、この現実から抜けていきたいんだったら、このありえなくないっていうのは、あ、これを形にして手放すのよって手放していったらシフトアップし、全く違う現実が出来上がります。その人が変わるかもしれません。その人との縁が切れるかもしれません。そしてもっとあなたにとってふさわしい居心地のいい関係性がちゃんと調和を持って現れることになります。現実ってただこれだけなんです。でもどうしても僕たちは人のせいにするでしょね。自分が本当は持っている周波数で映像化しているのに、この出てきている使っている周波数を人にくっつけ始めます。違う違う、これは私の周波数ではなく、この人によってこんな思いをさせられているの、この人によってこんな感じを感じているの、この人がこんなことを言わなければ私は悲しまなかった。でも本当はあなたが悲しいという周波数を持っているから、あなたが悲しいと感じるような状況を映像化して、あ、ここに悲しいっていうフィルムを使って持ってたんだなってことに気づいただけなんです。だからこれを反転と言います。今までは何かを感じるのはこのことのせい、人のせい、あのことのせいと思ってたでしょ。全く逆だから、この映像によってこれを感じてるんではなくて、映像を見ることによって何を使ってたかを捉えただけなんです。だからここに立たないと統合はスタートしませんよ。なぜなら人のせいにするからです。外のせいにするからです。国のせいにするから、世界のせいにするから、天気のせいにするから。でもそうではなくて、あなたが感じるどんな種類のネガティブな感情であれ、あなたが使った周波数であることに変わりなく、この周波数でそれを映像化してるんです。わかりやすく言うと、皆さん夢を見ますよね。眠って夢を見るでしょ。で、夢を見た時にものすごいリアルな映像が展開する中、もう心臓がバクバク言ってみたり、殺されかけたり追いかけられたりとかしながら、自分の中ではいろんな体感を感じてますよね。でもこの恐怖がピークに達した時にガバッと起きたりするじゃないで、ふってなったりするけど、映像は全くありませんよね。でも体感だけが残ってますよね。これが現実と全く同じなんです。でも違います。現実はずっとここに残り続けてます。言うよね。それはそうです。皆さんが体験している物理次元の周波数と、皆さんが眠って夢を見ている次元の周波数は全く違うからです。夢の次元の周波数というのはとても細やかで軽やかだから、動きが早いです。そうすると同じようにあなたの周波数で、つまり恐怖という周波数で恐怖の映像を夢の中に映し出しているだけなんだけど、夢の周波数との細やかで軽やかで早いので、動きがバッと変わっちゃうんです。突然今いたところから違う場所にいたりするでしょ。夢って今話してた瞬間に全然違うところで全く違う人と話してたりするじゃない。だけどこの物理次元は密度が濃く重いので、変化するまでに時間がかかるだけなんです。そう、夢はパッパッパって軽やかだから動くけど、この次元は密度が濃く重いのでパッパッパとはいかないだけなんです。だけど全く同じ仕組みなんです。だからあなたがこのことに気づきさえすれば、これは夢なんだってことがわかるんだよ。夢